州の中枢信号塔に到着。今週最大のサーバー集約センターみたいな感じかな。私も人に説明できるほど詳しくないんだけど、まあつまり大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと地域インフォメーションセンターを兼ねてるってとこかな。今まで見てきた信号塔は全部小型のだから、中枢信号塔の方がすごいんだよ。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。便利でしょ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。これも音の力ね。手続きを済ませました。いつでも謁見できますよ。しか、漂北者さんをこちらに案内してくれる？これも音の力ね。これも音の力ね。
行こう。私もびっくりしました。変邸にこれほどの一般人が集まっているなんて。はい、ここにいる人たちも謁見を申請したようですが、すでに却下されたみたいですね。そうですね。でも変邸にいなかったとしても本州の外にいるということは滅多にありません。そもそもレイン様は本州を離れることができないのです。公務や書類処理のため多忙というのもありますが、州の主である以上その地と一体となる必要があります。レイン様がいないということは外地での公務に赴いている、ある州に何か危機が迫っている。何か大変なことが起きるってこと？手続きの際にこの絵が引き返させました。今残っているのは代理で手続きを行うものや、一度断られてもまだ引き下がろうとしない者たちです。ここを訪れた人は皆口を揃えて三家様に一別されると動けなくなると言っていました。何それ、某髪が蛇の残像みたいに石にでもされたのか？レイン様に仕えるこの絵です。ああ、冷酷な眼差しと優れた武才を持つ全能の冷徹美人という噂を聞いたことがある。手続きの際にここを訪れた人は皆口を揃え、何それ、レイン様、ああという噂を聞いたことがある。おお、さすが漂白者、自信がすごい。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃ。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり、漂白者さんが何を考えているのかは分かりませんが、とにかく一度会ってみてその目で確認した方がいいと思います。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ会ってみないと分からないじゃん。重要かどうか特別かどうかなんてのはどうでもいいんじゃない？一攫千金のチャンスでもない限りは。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で見知らぬ町にいるというのは不安に感じますよね。漂白者さんを亡くした記憶についてどうお考えですか？なるほど。漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか、外からは聞こえないもんね。
変態で騒ぐのも厳禁だし。だから私が例の、これも音の力ね。行こう。こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。お待たせして申し訳ございません。はじめまして、レインこの絵の参加と申します。現在レイン様は変帝を離れておいてですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。レイン様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日。それまでであればレイン様に必ずお会いできます。申し訳ありませんが、私の口からお答えすることはできません。しかしレイン様もあなた様とお会いすることを望んでおられます。申し訳ありませんが、現時点ではより詳細な回答をすることはできません。しかしレイン様はお一人で遂行しなければならないことがあり、あなた様との面会をずっと心に留めておられます。あなた様の来訪される時間が予測できなかったため、このような方法となってしまいました。3日というのは長くてもレイン様がご自身で指定されました。ですが3日以内であればいかなる形であっても、
レイン様に代わり感謝申し上げます。我々はあなた様の助力を求めています。しかしこれはお願いであり命令ではありません。そしてこの時間での問題でもありません。それとレイン様は印はただ謎解きをするためのものでなく、証拠やまた事態が急を要したとはいえ、このような曖昧で複雑な方法で、しかしあなた様の存在と情報はあなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。歪みのないありのままの姿です。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？通行権限の認証にはデバイス操作が必要です。また探索モジュールを最新版へアップグレードさせていただきます。これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各関口と信号塔に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示もしくは信号塔を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変定も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたらレイン様が変定内に手配された部屋をご利用ください。わかりました。では私はここでお待ちしています。漂白者様、何か若本州について何を知りたいのですか？予期は紀元将軍が率いる駐屯軍隊で、先方への派人、また東伯も同様に予期軍に属していますが、そのメンバーは主に一だと、今の軍はほとんどが共鳴者で構成されていると。本州について何を知りたいのですか？本州は交流の中で最も繁栄している場所ではありません。ここは私にとって、今週私には故郷への思いというものがわからないのですが、私が抱く今週への思いは、そうですね、あえてあなた様がおっしゃるように今週を紹介するのであれば、とても大事な場所。今週について何を知りたい？漂白者様、何でもお尋ねください。私ができるは。レイン様の本名は死であり、レインに就任したことで君主と改めました。ですが普段は
レイン様という役職名で呼ばれることが多いですね。何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。レイン様は竜女という称号を持っておられるのですが、それは妻子である。私の知る限りでは妻子とレインの関係はそれぞれ異なるようですが、ですがこれらはあくまでもレイン様の普段のお話から推測したものです。私何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。そうですね、あなた様にも深く感じ、私が話せるのは以上となります。何でもお尋ねください。私ができる範囲で。漂白者様、何か分かる印について何を知りたいのですか。印が指しているものは、その根源もしくは指し示す場所や事件を理屈。印について何を知りたい。印について、漂白者様、何か分からない。何でもお尋ねください。私、いいえ、もし一度でもお会いした。漂白者様、何か分からないこと。音の力ね。時間かかったね。もしかしてレイン様結構話が長いタイプ？レイン様今は偏廷にいないのか。確かに。しか次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてレイン様の不在、あと謎の漂白者。今週はどうなってしまうのでしょうか。漂白者の言う通り、ラー油豆腐今週ごったに肉のピリ辛炒め。ああもうお腹すいたよ。でもこれから白紙と合流するんだっけ。この3日間漂白者さんには何か計画はありますか。漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか。なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらない。丸っこい、子供の頃に食べたことある。まさに飴玉って感じ。でも今じゃあまり見ないよね。もう流行ってないのかな。懐かしい。これと子供の頃注射が苦手だったのですが、注射を終えた後に看護師。でも一体どういう意味なのでしょうか。これは小型の日時計でしょうか。この日時計の文字盤は本来24あるべきのメモリが12紙によって12に分けられています。それと4つに区分されたメモリに四神獣が書かれていますね。散歩コートには青龍、白虎、朱雀、玄武は天の指令たり、持って四方を正す王者は吸血、
電殻を制するに法をここに取るなりと記されています。一般的に青龍は東方、白虎は西方、朱雀は南方を表し、玄武は北方を表すのですが、時間と方位を示す日時計、しかし日時計は実際の時間とは多少ズレがあるものですし、太陽光がなければそもそも使えません。わからん。この葉っぱの色変わってるね。なんて名前かは知らない。もしかしたら何か感知できるかも。無理でした。気のせいだったかも。私にもこの葉っぱの名称は分かりません。ごめんなさい漂白者。これはマンゴスチンですね。今週では輸入品しか手に入らないのですが、近くの市場で売っていますよ。ですが常に販売されているわけではありません。今週はしばしば残像町が発生し、戦闘も頻繁に起こる場所なので、そういった交易路が遮断されてしまうことがあるんです。これらの印、特に飴玉に対しては、私もしかも子供の頃の思い出がありました。飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない？だよね。白紙も研究員で待ってるから。まだ距離があるね。ここは前に常備機能をインストールしましたよね。その中に探索文字、デバイスにある探索道具を選択して、そんで鍵縄を選んでおけばいいんだって。翼の英雄を目指すんならこういった技も身につけないとな。早速試してみてよ漂白者。大事にしないとね。
少し疲れた。これも音の力ね。音の力ね。行こう。何かいいものない？見せて見せて。Thank you.
大事にしないとね。いい感じ。こんなもんじゃないよ。ちょっと待ってね。何かあったみたい。聞いてるよ。いつ行方不明になったの？大丈夫、焦らないで。すぐそっち向かうから。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。ダメダメ、やっぱ今のなし。ってこれ以上食べてたらさすがにまずい。もう行くけど二人で大丈夫？何かあったらすぐ知らせて。はいはい、行ってらっしゃい。私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家モルトフィーさんですね。以前白紙から聞きました。白紙を呼んでもらおうと思ったのですが、今はちょっと間が悪かったですかね。システムモデルについて、それはうちの要望にはおおむね合っているのですが。本当に聞かなきゃいけませんか？どうした？何か私にできることでも。モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白紙の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を悪くさせてしまいすみません。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは私たちの方ですので。白紙さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学研究においてとても造形が深い方なんですよ。先ほどのように怖い印象を受けることもありますが、本当は思いやり深い方だと聞いています。歯科の話によると、モルトフィーさんは子供たちの間では大人気だそうです。何でも子供たちの要望ならどんなおもちゃでも作ってくれるとか。来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白者の身体検査用の機器についてもすでに手配済みよ。それで変定への旅、何か成果はあった？略氏はどう思います？飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は反響下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。ええ、そうね。ここで待ってて。
何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は部屋を出て右に曲がったところの測定室です。時間になりましたらそちらまでお越しください。特に変わったものはないようですね。君たちは幼い頃にこの飴玉を食べたと記憶しているようですが、私には見た覚えすらありません。で、私はネオユニオンの出身です。これは交流特有のものということですか？私は看護師さんにこの飴玉を渡されました。病院での出来事、もしかして？おそらく何かしらの薬物ね。飴玉の形にすれば子供受けがいいということでしょう。白士さん、交流人の研究員であるあなたならとっくに見当がついていたのではないですか？それでも検証は必要。成分の分析報告とデータがないと結論には至らない。そうですね、私も同意見です。検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。脅迫者さん、研究員で待ちましょうか？別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。始める前に何か聞きたいことはある？ヤンヤンから聞いた伝説以外、少なくとも私は聞いたことがない。でも見方を変えると、あなたの身に起こっていることを解明すれば伝説の信憑性を証明できるということになる。準備できたら始めましょうか。始める前に何か聞きたいことはある？残像は撃破されると、その周波数エナジー、すなわち残響をその場に残す可能性があって、それを共鳴者のデバイスを使用して記録すると、その共鳴者に従う音階となる。デバイスには奴らを再現する機能もあるから、使い方次第では戦闘時に共鳴者の武器の一つとして使える。また再現以外にも、共鳴者自身を特定の音階の周波、おおむねその理解は。準備できたら始めましょうか。始める前に、サンプリングデータによると、あなたが倒した残像は怒涛級以上のものよ。そしてその周波数エナジーを自分の肉体で吸収したことも目視で確認。残像は危険度に応じて脅威を示すレベルが設定されている。判断基準は対象の周波数の含有量。弱い順に水風級、挙浪級、怒涛級、津波級、そして規格外の明識というふうに区分される。始める前に何か聞きたいことはある？無感謝を再現してみて。お、なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。
まだ判断するにはデータが足りない。端的に言えば、あなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。宇宙を秘めている。言い得てみようね。どうやら実戦で検証するしかないよね。そのまま動かず、デバイスをしっかり握りしめて。ルインが作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。行こう。ともこれで。理論に誤りが。これも音の力ね。雪を溶かせ。この身を刃に。やっ、天地の同調。はっ、高く舞い上がれ。やっ、復元、行くよ。データ回収完了。前方の出口から戻ってきて。
通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。また戻ってきた。それにこの月は一体。漂白者さん、ああ、よかった。白紙、さっきのは一体。急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もっと詳しい情報が欲しい。鎌を持つ巨大な残像、無感謝ではない。おそらくそれ以上に強力な残像ね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラは、ソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人だということ。ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いよね。ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか、それとも元から漂白者の無意識でできていたのか、すぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見れば、あなたは健康そのもの。全項目の指標が規定値を満たしていた。でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡していい？過疎研究員所属、白紙よ。この出会いの意味を見せてもらいましょう。悪事に手を染めない限り、この刃と相対することはないでしょう。
私とウドンの力でみんなを守る。早めに片付けよう。灯れ、融合。預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょう。またこれは精巧に作られた春房というほぞ継ぎの機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば表にある2つの回転盤らしき構造を動かすことができるでしょう。機構術は私の専門ではないのですが、根底にあるものは私の専攻である黒石武器とある程度共通しています。これが黒石武器であれば測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せばからくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですがパーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。単純明快ないい方法ですね。内包物が破壊されるリスクを度外視すればの話ですが。着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。ええ、確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば。漂白者さん、なんだかモルトフィーさん顔つきが柔らかくなってませんか？まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。君の言う通りですが、とっくに知れたことです。うん、それは考えていなかったですね。君のアトリエ、あの足のやり場もない場所ですか？そこまで言う必要があります？まあいいでしょう。お待たせしました。日時計の話に戻りましょう。この日時計の内部には
二重の入れ子構造が仕込まれています。つまり欠けたパーツを同時に2つの層にはめる必要があるということです。また全体の状況も考慮に入れると、入れ子の溝を埋める指針に下向きのオートロックを追加する必要があります。設計図は私が作成します。組み立て用のパーツは総理のアトリエにあります。すでにそちらへは連絡してあるので、取ってきてくれますか？さっきお話しされていた方ですか？もしかして総理さん？ええ、私一人でも解決できるのですが、彼の助力のおかげで時間を短縮できたという事実は否定できません。彼が九段の気功術研究の筆頭であり、首席研究員まで上り詰めた男です。環境の話であれば私も同意見です。あの混乱に満ちたカオスでの創作を行うなど、逆さの譜面を見ながら演奏するようなものです。では漂白者さん、行きましょうか。あれだけ言われたので、かなり覚悟をしてきたのですが、モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。漂白者さん、危険な行動は控えてください。これですね。重そうです。さあモルトフィーさんのところに持っていきましょう。モルトフィーさん、パーツの箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出たら。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど、2つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので、残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音孔をはじめ、天空海、疎開雨、重力喪失、アリシヒには起こり得なかった異変のことを会食現象と呼びます。そして悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。
飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから、先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか。はい、正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。知士と師匠、転換知士は交流特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに使われていましたが、今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これは高蘭類社の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも交流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。はい、資料の索引を時系列順で作成する際に用いられます。時間を基準にすることで資料の名前や故障が立場や表現方法によって変わったとしても、様々な面で精度を保つことができます。優雅な分類法ですね。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。